こんにちは。無料で1000円稼ぐ。なるほどね。まあ確かにね、銀行口座にいきなりお金が入っているなんてあまり考えにくいことですけども、まあそういうことってあるんですよね。うん。やっぱ私もね、ずっと情報を受け取りながら感謝でお金払いたいなと思っても、その人の銀行口座がわからなかったり、まあただ払うんではなくてね、できれば商品を買うという形が一番スムーズかなと思いましたんで、まあこういう概念ができたんですよ。やっぱりね、何か感謝を示したい、役に立ちたいから、まあそのね、方便としてビジネスってのがあるっていう考え方ですよね。だから私通常感謝と提供っていうのがビジネスだと思ってるんですよ。でビジネスをしたら、そのお返しとしてね、お金をいただけるっていうふうにも考えてるんですよね。でもやっぱりね、吉野さん、いきなり深夜にポストにお金がゴトンって入っていたりとかね、それから、なんだろうこのお金みたいなことを通帳チェックの時に見て、お金が入っていることを確認して、まあよくよく考えたらそれは、いつも動画で役に立つことを言ってくれてるんで、感謝の気持ちですみたいなね、振り込まれていたりとか、そういうのがあるとね、まあ必ずしもビジネスをしていなくても、やっぱ人のこうね、問題解決を情報ですることによって一定数ね、ギブアンドテイクを感じてくれる方はいるんだなと思うんですよ。すごいね、いいことだなと思いますね。感謝感謝でございます。さあそれでですね、なんかこう、なんて言いますかね、忘れましたね、私言うことね、なんかグダグダ言ってるうちにまあこの忘れてもいいんですけどもね、まあ、ネタを忘れるってことは結構あるんですけども、なんて言いますかね、まあそういうことですよ。よくわかりませんけども、まあ、こうやってね、ちょっととちった動画っていうのも一個ぐらい残しておきましょうか。はい、じゃあ今回は以上です。忘れましたんで、いってらっしゃい。